21万3000円でした。ガチョーン。10回払い。おはようございます。今日は2月12日、間違えた、2月12日水曜日、気温は5度ぐらいですか。めっちゃ寒いです。朝です。朝9時ぐらいです。今日はですね、幕張配信が、名月海岸いわゆる、ビュラスに髪を切りに行こうと思います。よ、今日はですね、見てください、ついに私買ってしまいました。暗いかな。見てください、革ジャン買いました。ルイスレーザーサイクロン34インチ、ブラジルは黒です。カウハイド、ウイスレーザーさん、革が4種類ぐらいあるのかな、何種類かあると思うんですけど、定番の革レザーを買いました。そして今日寒いんですけれども、ハーレーには革ジャンだろうということで、革ジャン着てきました。思いのほか寒くないです。割と寒くない。今あまり遠くないんで、高速も乗らないんで大丈夫かと。以前はね、トリプルシックス、666の、カージャン着てたんですけど、ロンジャンと言われるやつ着てたんですけど、ちょっとですね、近年なんでしょう、体のサイズの方はですね、アップデートしまして、大体カージャンビチビチできるんで、入れなくなりました。なんでね、新しく、サイズ1個上げて、カージャンを新調しました。今回ね、ルイスレザーが666か悩んだんですけど、まあ、思い切ってルイスレザー行ってみようということで買いました。中古で探してたんですけど、ルイスレザーあれなんですよね、中古でも14、15万するって言ってた。あんまり中古でも値が落ちないということですね。それならと思いまして新品を買いました。この間ね、釣りに行った時、マルちゃんもルイスレザー着てて、めちゃかっこいいなと思ってたんですけど、やっぱりですね、ハーレーにはライダースかなと思って、ちょっと頑張ってライダース着てきたんですけど、電熱ジャケットを下に着てみたんですけど、パツパツすぎて着れませんでした。前がギリギリ締まるかなぐらいで、ちょっと袖が長いな。まあ、毎回一生着るって言ってますけど、ブーツも一生履くって言ってるんですけど、まあ、なかなかそうもいかないですよね。今回は言わないでしょうか。まあ、物的には一生着る、サイズが大きくなったりとか、いろいろ諸事情ありますから、一生着れるか分かりませんけど、一生着れるように頑張ります。よろしくお願いします。
カウハイドということで牛の皮です。割と硬い、もっと硬いかなと思ったら割と柔らかくてですね、しっとりとした滑らかな皮でめちゃくちゃ着やすいです。新しくてもね、全然着やすい。いいと思います。どうですよね。まあ、革ジャンとか革パンってね、好きでいっぱい持ってますけど、ルイスレーザーを買ったの初めてじゃないかな。いつもはですね、8の頃からお世話になってる相葉さん、浅草の美容室に行くんですけれども、いつもっていうか、まあ、最近のやつだと遠くなっちゃったんで、あまりご無沙汰ですけれども、今日はまたお友達の佐久間さんに行くと思います。このルイスレーザーサイクロン、新品の約束に、カスタムオーダーもなしで、レンジは黒です。カロハイド21万3000円でした。ガチョーン10回払い。どうでしょうね、見えますかね。座っちゃわかんない。ホワイトジャストサイズ、これ割とあれだな、脅威が胸が大きいんだな。なんかね、ウエストとか腕周りとか割と余裕があったりするんですけど、割と胸だけがね、いつもパツパツなんです。タイトフィットだから、まあ、レギュラーフィットだったら良かったですけど、ルイスレーザーサイクロン、タイトフィットですね、これね。で、僕は大体168センチ、55キロぐらいです。これをこのサイズ買ってですね、まあ参考までやったらですね、一応僕はねさーっと防水スプレー、レザー用の防水スプレーをね一振り二振り、全体的にします。まあそれでもあれが傷んでいくんですけど、そこはあまり気にせず最初だけ。どこも面白いめちゃかっこいい。おー素晴らしい、かっこいい。手を入れてるんですけど、なかなかピンとこない。あ、そうですか。そうなんです。今日さらだよな。はい、これ入ってるんですか。入ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。佐久間さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。CM 始まってます。手が長いんだな。よし、終わりました。お疲れ様です。無事に髪切ってまいりました。今回はちょこっとだけです。ちょっと切りました。あまり短くせずだいぶ空きましたけども、元に戻ってきた。
できますから、メガさんごめんなさい。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。